はい、どうもランラン先生です。今日も元気のお友達、はーい、はい、それでは本日は久しぶりに世界の湯浅田にやってまいりました。イエーイ。それでは本日はベガルタ仙台対 FC 町田ゼルビアの試合をお送りしたいと思います。 J2 今季最終節です。ベガルタ仙台、今年度の昇格は悔しいですけどもありませんでしたが、この最終節勝って今年度を気持ちよく終わりたいと思いますので、精一杯応援していきたいと思います。ベガルタ仙台勝てるように頑張るぞ。おThank you.
せない、メガルタ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 せない、
それでは続きまして、これよりサポーターが選ぶ SGC プレゼンツ年間 MVP 賞の表彰に移らせていただきます。株式会社 SGC 様はプラチナスポンサーとして、ベガルタ仙台のクラブカラーであるゴールドにちなんださまざまなコラボ企画の実施を通じて2023シーズンのベガルタ仙台を応援していただきました。そして本日受賞した選手にはSGC プレゼンツ年間 MVP 賞として純金2023年 MVP メダルが贈られます。この年間 MVP 賞はサポーターの方々に2023シーズンを通して最も活躍したと思う黄金選手を事前に投票いただきまして選出させていただきました。それでは発表いたします。 SGC プレゼンツ年間 MVP 賞に選ばれたのは背番号11番道家裕太選手です。道家選手には株式会社 SGC 執行役員統括部長土屋健吾様より純金2023年 MVP メダルが贈られます。サポーターの方々から選ばれました今年の年間 MVP 道家選手、おめでとうございました。ボランティアの皆さん、今シーズン本当にありがとうございました。初めに岩テックスタジアム仙台にご来場の皆様、1年を通してのご支援ご声援をいただきまして本当にありがとうございます。また本日ご来場になれなかった方々にもこの場で感謝を申し上げます。厳しいシーズンの中でもここにいる選手たちは最後まで全力で戦ってくれました。私自身監督として指揮を執ったのはシーズンの途中からではありましたが、コーチとしての時期も含め皆様のご期待に添えない結果となってしまい大変申し訳なく思っております。このクラブに関わる全ての皆様の熱量と期待というのは本当にありがたく、チームの大きな支えとなりました。来シーズンも選手たちはこのピッチで戦う姿を見せてくれると思いますので、変わらぬ応援をよろしくお願いいたします。1年間本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後にチームを代表いたしましてベガルタ仙台小出裕太選手よりご挨拶申し上げます。まず今シーズン私たちチーム選手のために日頃から多くのご支援サポートをしてくださったスポンサーの皆様、
ボランティアの皆様、そしてどんなに苦しい状況でも熱い声援をしてくださったファン、サポーターの皆様、今シーズン本当にありがとうございました。その中で目標として掲げていた J2 優勝、J1 昇格、これを成し遂げられなかったこと、本当に申し訳ありませんでした。10試合以上勝ちがなかった時期もありました。私たち選手もそうですが、皆さんの方が苦しく辛い日々だったと思います。そんな中でもホーム、アウェー関係なく多くの皆さんが私たちに声援、パワーをくれました。俺たちはここにいていいチームじゃない、 J1 にいなければならない、そう改めて強く感じました。今シーズンの悔しさは来シーズン必ず晴らします。J1 昇格を目指します。皆さんも僕たちと共に戦ってください。最後になりますが、今シーズン本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは以上をもちまして、ベガルタ仙台2023シーズンホーム最終戦セレモニーを終了いたします。これから選手、スタッフを含めましてオールベガルタでピッチを一周し、サポーターの皆様、そしてご来場の皆様へ感謝の気持ちを込めてご挨拶をさせていただきます。改めて本日岩手県スタジアム仙台にお越しいただきました全ての皆様、本当にありがとうございました。それでは試合が終わりました。お疲れ様でした。試合は3対1でベガルタ仙台最終戦 FC 町田ゼルビアに敗れてしまいました。いや、もう最後の最後だったんで、ぜひ勝ちたかったんですけども、まだちょっと及ばなかったのかなっていう印象でした。本当に今シーズンはちょっと悔しい展開がたくさん続きましたが、もう切り替えて、もう今日から来シーズンに向けてもっともっと応援していきたいと思います。来年度も J2 ですが、
来年度こそは J1 昇格を目指して精一杯応援していきたいと思います。これからもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。